こんにちは、ブルホスです。今日もバイオハザードビレッジをやりながらお悩み相談に乗っていくコーナーやってまいりましょう。ということでね、ハイゼンベルクの工場にやってまいりました。いよいよもうゲームの終盤というところなので、できるところまで進めてやっていきたいと思います。はい、ではですね、今回のお悩みまずやっていきましょう。ほい、よいしょ。はい、お悩みですね。はい、こんばんは。会社の給料が少なく切り詰めて生活をしているつもりですが、お金が全然貯まりません。どうしたらお金を貯められるでしょうかっていうことなんですけど、まあ一番重要なのは、こう何して稼ぐかっていうこともすごく大事ではあるんですけど、一方で、何にお金を使っていくかっていうことを考えるっていうのが大事ですね。一番、なんて言うだろうな、お金が貯まらない人っていうのが多い、パターンっていうのが、なんて言ったらいいんだろうな、お金を稼ぐ、その給料が少ない分とかっていう話よりも、どちらかっていうと、使ってるお金をきちっと把握していないっていうケースの方が個人的には多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。だから何に普段、1日の中とか1ヶ月の中でお金を使っているのかっていう、そういう部分を把握せずに、なんか稼ぐお金が、例えばどうでしょうね、お金給料が少ないっていうことなので、手取りが15とかね、20とかっていう中で月生活を過ごしていくっていうことを考えると、まずその15とか20とかっていう、なんて言うでしょうね、その自分が使える範囲の中でお金をこうやって、生活費使っていこうっていうようなことを考えていると思うんですけど、まずはそれを何に使おうかっていうことよりも、何に使っているかっていうことを正確に把握しておくっていうことの方がはるかに大事ですね。だからまず一番大事なのは、家計簿みたいな、その大なんていうの、大それたようなものを作る必要とかっていうのはないと思うんですけど、自分がね、普段その使ってる日用品とか食事のこととかっていうのに、どういうお金を使ってるのか、普段どういうものを買って、どういうお金を使ってるのかっていうことを一度ね、洗い出してみるっていうことは大事になってくるんじゃないかなと思います。で、洗い出してみると、意外とね、買わなくてもいいものとか、もっと安く買えるものとかっていうのがあるのにもかかわらず、無駄金をね、使っている可能性とかあったりするんですよね。例えば、お昼ご飯を普段何食べてますかね、何で使っているかなんですよ。例えば仕事で職場に近いところでみんなと一緒にレストランなんか行ってランチに行ってるとか、それってすごい無駄金なんですよ。やっぱり栄養バランスも偏る可能性もすごく大きかったりしますし、それから栄養バランスがね、偏ってしまう可能性もありますし、1食行くと、800円とかね、東京都内とかだったら1000円とかで平気で買っちゃったりするんですよね。っていうことを考えると、果たしてそのランチ代っていうのが毎日毎日コツ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 積み重ねていくことっていうのはありですかっていうところなんですね。っていうことを考えると、800円とかね、やっぱ1000円とかってね、かなり痛い出費なんですよ。例えば20日、1ヶ月に20日働いてるとしたら、ランチが20回あるとしますよね。で、そのランチに行って、毎回その800円のランチ食べてるとしたら、1万6000円っていうお金が飛んでいくわけじゃないですか。で、1万6000円っていうお金が、大きいと。で、それを減らすためにどうしたらいいかっていうと、やっぱり簡単なお弁当とかを買うっていうものですよ。作るっていうところですよね。僕なんかが今やってるのは、お弁当を自分で作ってるんですよ。本当に簡単なお弁当ですよ。お弁当と言えるようなほどのものでもないレベルなんですけど、胸肉を、湯がいて、お湯で温めたやつですね。湯がいて、で、それに、湯がいて、んで、そこに、プラス湯がいたブロッコリーっていうのを添える。っていうだけのランチっていうのを普段食べてますね。はい。Another one。ただそれだけなんですよ。で、胸肉がその1食分でいくと、600から700グラムくらいのものを、100グラム単位あたりが、
まあ、安い時で、48円、ちょっと高い時で88円くらいのものがあるんですけど、まあ、それを、まあ、2つくらい入ってる、胸肉2つくらい入ってるものを、まあ、3カットずつにして、で、6カット。で、それを1日2カット食べるっていうような感じで、まあ、3日分ですよね。うん。で、それから、ブロッコリーを、まあ、添えて、で、あとは、まあ、自分の好きなごまドレッシング。それからシーザードレッシングとかっていうのをかけると、まあ、1食大体200円くらいになるんですよ。で、200円で1食済ませるのと、毎回どっかのお店に入っている800円のランチを食べるのとって言ったら、1食あたり600円の差が出るじゃないですか。で、600円の差が6000、20日間あったとしたら1万2000円の差っていうのが出るわけですよね。じゃあそれを12ヶ月続けたらどうなるかっていうと、まあ、14万円の差が出てくるわけなんで、まあ、ここがね、やっぱり重要になってくるんですね。だからコツコツと今自分がちょっとずつちょっとずつその出していくお金を少しずつ少しずつ減らしていく手段っていうのがないかっていうことを考えると、今だったらその、ランチだったりとか、まあ、それからあとはですね、一番大きいのはやっぱり通信代ですよね。携帯とかをまあ、見直すっていうのは大事ですね。もし未だにキャリアを使っている、キャリアっていうのはドコモ、au、ソフトバンクっていうところですね、を使っているのであれば、今ドコモだったらアハモとかね、そういうのがあったりとかしますけど、やっぱりあの格安 SIM に切り替えるか、その新しく出しているその新サービスに切り替えるかっていうところで、キャリアメール、キャリア携帯を使っているとやっぱり月額ね、6000円、安くて6000円くらいから高いと8000円から1万円くらい普通に残っちゃうんですよ。で、そういうのを考えたときに、仮にまあアハモとか、そういう、まあ、LINE モバイルとか UQ モバイルとか楽天モバイルとかに換えると2480円と、まあちょっと税抜きで話をするんですよね。ってなったら、また仮に8000円だとします。で、2500円のものに切り替えたとしたら、月額で5500円浮くわけですね。それをじゃあ、1年間続けたら、6万6000円。違う、何言ってんだ。あ、そうですね。6万6000円の差が出てくるというところですね。これかなり大きいですよね。6万6000円あったら、もう、ランチ代を1食200円で済ませるとしたら、ね、8000円ですから、それだけで1年間の、まあ、約、まあ、1年間いすぎか。うん。まあ、でも、10ヶ月、9ヶ月、8ヶ月、9ヶ月くらいの価値観が賄えるようになるわけですね。っていうことを考えたら、やっぱり普段から、その、どう使うかじゃなくて、使っているものについて、もっとコストを下げれるものがないかなっていうのを考えて、生活をしていくっていうことを心がける方がはるかに重要だと思います。たまにって言ってる人ね、結構ね、意外と無駄なところにお金を使ってるケースっていうのが多いんですよ。携帯代なんかももっと下げれるのに、まだね、キャリア使ってとかって、で、それで8000円とかね、飛ばしてるっていう人も多かったりしますし、じゃあランチどうしてるのって言ったら、あ、普通に、あの、毎回食事しに出てますって言ったら、そりゃお金もたまらないわっていう話なんですよね。あとは、まあ、サブスクで登録しているものとか、あの、古市さんじゃない、古市さんだったかな。あ、そうそう、社会学者のね、古市さん、古市さんじゃない、落合さんだ。落合さんが、落合陽一だったっけ、あ、ちょっと具体的な名前を忘れてしまって、あれだったんですけど、あの、落合陽一さんが、大学かなんかの卒業式の時にあの話したのが、今登録しているサブスクリプション、月額費用でかかっているものっていうのを卒業を機に全て見直してみてくださいと、一旦全て解約しましょうと。で、解約した中で本当に自分に必要なものだけをもう一度再登録しましょうっていうことをお話したんですね。これってなるほどなって思って、結構そのサブスクって一つあたりが、例えば月額500円とかね、1000円とかって大したお金にならないんですけど、でもよくよく考えたら、そういう1000円とか500円とかの積み重ねをしていくことで、やっぱり1万円を超えるようなお金になっていったりってことを考えると、まあ、将来的にはやっぱり大きなお金になってくるわけですね。10年20年かけてやってきたとしたらっていうところに、やっぱり細かいお金を何に使ってて、何をそのお金を使わないようにすべきなのかっていうことを考えるのってすごい大事だと思うんですよ。戻しちゃったな、うん、と思うんですよ。だからそこの細部にこだわって、お金の使い方、お金がたまらないっていうことに関して考えることができるかどうかっていうことを、あの、しっかりとね、
見直していった方がいいというふうに思います。まあ、あとはその貯金をするよりも今だったらもう多くの人がこうご存知のものがあるんですけど、積み立てNISAとかからの少額投資始めるといいと思います。月々最大3万3000円くらいから始めて年間40万円分の株式投資ができるんで、まあ、それを行って、まあ、40万円投資して、まあ、年利例えば 4% とかね、5% とかっていうお金を稼いだら、1年間で5万円とか、4万円とかね、5万円とかっていうお金が貯まっていくんで、まあ、それをコツ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 やっていって、将来的にはどうだろうな。まあ、20年やったとしたら、まあ、80万、もっと、まあ、年利ってどんどん複利式に上がっていくんでね、やっぱり将来的に200万とか300万とかっていうお金が積み立てNISAをした場合としなかった場合とで差が出てくるっていうこともあるんで、まあ、そういうね、少額投資から始めてみるっていうので、まあ、ここはお金を増やす手段の話なんですけど、まあ、やってみられるのは非常にいいんじゃないかなっていうところでお勧めしておきます。ここもね、ちょっと僕が欲しかった株が積み立てNISAの中にいなかったものだったので、まあ、残念ながら、NISAもやってないんですけど、NISAの方をね、やってまして、5年間、投資をして、で、その株を売りさばくときに、まあ、税金がかからないっていうものですね、っていうようなものもあったりするんで、で、積み立てNISAって何かっていうと、まあ、ご存知の方も多いかと思うんですけど、まあ、積み立てNISAっていうのは20年間で年額最大40万円までの株式投資ができるもので、で、20年間はそこでいくら儲けたとしても、まあ、株を売却してね、売ったとしても、そこでお金がかかりませんよと。通常の株っていうのは保有してて何年とかっていう縛りは特にないんですけど、お金がかかるんですよ。売った時に、20万円とかってお金がかかっちゃうんですよ。20万円、20% っていうお金がかかっちゃうんですよ。で、20%っていうお金がかかっちゃうんですけど、NISAの場合はそれが5年間かからない。で、積み立てNISAの場合はそれが20年間かからないっていうようなタイプだったりの投資形態になりますので、そういう部分でね、試しにやってみるというところです。今ね、ちょっといろいろその直近の3ヶ月とか直近の1年とかのその株の上がり下がりの傾向を解釈してほしいと思うんですけど、まあ、特にね、その今下が減少傾向にあるところなんかをまあ購入してね、コロナが落ち着いたタイミングで上がるだろうというところをまあちょっとやっていただけるといいかなと思います。ただ株って長期的に見たときに大抵の株って上がるんですよ。大抵の株って上がっていくんで、まあ、長期保有していく分にはまあ非常にいいかなと思いますね、というところです。はい、ということでね、まあ、ちょっとお金の稼ぎ方に関しては軽くだったんですけど、まあ、お金を何に使っているのかということをちょっと見直してね、それを少しでも減らすっていう手段を考えていくことっていうのをお勧めさせていただきました。ということで次行きましょう。はい。次はですね、ちょっとね、鍵だけ開けさせてもらいます。はい、お願いします。はい。で、次。仕事がうまくいかずミスばかりでいつも同じことで怒られています。怒られると気分もへこむし最悪です。ミスせず仕事をうまくこなすためにはどうしたらいいですか、ということですね。はい、ご質問ありがとうございます。 You really are a tough one。 まあね、同じことを繰り返すっていうことなので、多分考えられるのはね、ミスした時に次はミスしないぞっていうその決意だけ決め込んで、多分気合でやってるケースじゃないかなっていうのが、まあ、当たるところですね。で、同じミス繰り返しちゃう人って一体何なのかっていうと、ミスをします、で、それをそのままにしちゃってるっていうことなんですよ。で、本来はミスをした時になんでそれが起こったのかとか、具体的にミスは一体どういうことなのかって考えるのが大事なんですよ。それを考えずにミスをしましたっていうその事実だけを残して、結局何の対策もしないままになっちゃってる人っていうのが結構多いんですよ。なので、ミスをしたときに何が原因でミスが起こったのかとか、そのミスをしたその中身っていうのをしっかりと掘り下げていく必要がありますね。それをしないで、なんかミスばっかりして、なんか先輩から怒られるんですよ、上司から怒られるんですよっていうのは、それはよろしくないですね。
あ、違う違う違う、本来はそのミスを、あ、敵どこにいた、おー、やだやだやだ、ちょっと待って、僕ね、こいつね、なんか苦手なんですよ、こいつ、ごめんなさいね、そうそうそう、だから仕事でミスをしたその原因きっかけっていうのが一体何なのかっていうのをしっかりと把握することが大事です。だからミスをしたものを一旦あの見つめ直してみるっていうことがまずすごい大事になってくるんですね。でピックアップしてみて、 Now stay down. で自分がどういう傾向でよくミスをしているのかっていうのをまずあのしっかりとピンポイントで探し当ててみると、で例えばそうですね、伝票の書きミスが起こるっていうことであれば、その伝票の書きミスをなんで起こすのかっていうと、一回書いたら終わりっていう、書きっぱなしにしちゃうとかっていうパターンですよね。うん、なので、書いたら終わりじゃなくって、しっかりと書いた内容をまた見直すっていうことをやってみるとか、そういうことを、見ると。あるいは、伝票を書いて、一旦会社から OK をもらったもの、がもし自分の手元に残してあるというか手元にね持ってこれるものであれば OK になった書き方は一体どうだったのかっていうのを見てから、提出をしてみるというようなそういうねミスをした時のパターンを自分の中でしっかりと分析をしてその上でこれはミスじゃないとかこれはミスになってるこれはまだ検証してないからミスの可能性があるとかっていう風に自分を結構疑り深く観察してみるっていうことが大事ですね。だから仕事ってそのミスが多い部分に関してはうまくいかせよううまくいかせようっていう風に気合と根性でやっていけるようなものではなくってミスのその種になっているものっていうのをしっかりと潰していく必要があるんですよ。ところがなんでそれがミスになっているのかっていうことを意外とね意外とというかかなりの確率で全然その見てないケースが多かったりするんですよ。だからミスをした原因を探る、そしてそのミスが何で起こっているのかっていうことをしっかりと分析してどうやったらそれをなくすことができるのかっていうことを考えると、まず先にミスをなくすことを考えちゃうんですよ。そうじゃなくってミスそのものをまず見つめてみるっていうのが大事なんですね。で、あ、こういうことが原因でミスが起こっているんだと、じゃあこういう対策を打てばミスがなくなるなっていう、そういうそのこうなるからこういうことができるっていうそういう考え方をしなくちゃいけない、こういうことをしようだけを考えると意味がないんですよ。なのでそういう目線で仕事のミスっていうと向き合ってみられるということがあるんですね。まあ、その上であとは自分がよくミスするパターンみたいなものっていうのをしっかりとメモを取っておくことっていうのが大事ですね。それをね結構ねなんか頭の中だけに留めておいてしまって結局ミスが立て続いた時にあまたやっちゃったなっていうその自尊心ばかりが失われていくケースとかっていうのが多いので、あ、こういうことがきっかけでミスが自分してるんだなっていうのをしっかり残しておくっていうのが大事ですね。これ結構ねやミスね残さない、まあ、メモとかしてないパターンの人がね多かったりするんですよね。そこら辺がね、そういう細かなことにまでちゃんと気を向かせて作業できる人とそうでない人との差っていうのが結局やっぱりミスが連続し続いちゃうか、ミスが続くなく仕事をしていくかっていうところで分かれてくるっていうポイントになってくると思います。まあ、僕もね、偉そうにその営業職やってて、結構まあ成績がいいですよみたいなことをこうね、なんかすごく偉そうに話をしたりとかしてるんですけど、そう僕ね結構ボンミスそうなんですよ。なんか社内の事務的なところっていうのは結構嫌いというか苦手で、しょっちゅう同じですけど、会社でも会社でもワースト1位を何度記録したかっていうところなんですが、 Why don't you fucking tell me right away? Because I knew you would want to be involved. This job is hard enough without civilians getting away. 私が来ましてですね、今チェック表っていうのを作って、そのチェックをすべて満たしたかどうかっていうのを確認してから社内の事務処理を行うっていう風にしてるんですよっていうくらいやって、それで今普段の 25% とか一番ひどかった時の 10% くらいまで今ミスが下がっているっていうところですね。なので僕も人のこと偉そうに言ってるんですけど同じような目にあって
ているんで、まあ、自分がこうしたらいいんじゃないかなとか、ああしたほうがいいんじゃないかなっていうことで、Long story short, Miranda's fucking insane.、まあ、ただ、なんだろうな、All these monsters and freaks, this is her life's work. Some sort of crazy experiment with the mold. 豆な仕事をしてて、で、滞りなくその納期に間に合わせるとか、ミスがないとかね、綺麗な資料を作るとかってことも大事だったりするんですけど、それ以上に会社で大事なのは成果を残すことなので、まあ、その成果を最大限出すことについて妨げているのであれば、当然ミスのはなくしていった方がいいポイントではあるんですけど、それが社内の誰かから依頼されてて、その誰かを助け誰かがなんかこうなんかしてもしなくてもいいような仕事において、ちょっと余計な集中力が高まってしまって、ミスが起こってしまうということであれば、もうそれはそんなしょうもない仕事を与えてくる人の問題だったりするんで、そこはね、全然気に病む必要はないんじゃないかなっていうところですね。はい。まあ、それがね、例えば、おつぼねさんとかね、会社のちょっとお依頼さんとかっていうパターンだとしたら、厳しかったりするんですけど、まあまあ、そういう意味では、まあ、ミスが多いのが、一体それが誰の仕事においてミスが多いのかっていうのをまあ探ってみるのも一つ楽しいポイントではないかな、楽しいというかまあ重要なポイントではないかなというふうに思いますね。はい。ということでね、ちょっと長くなりましたが、今日も2つのご質問に答えさせていただきました。クリスの笑顔も見られたというところですので、本日はね、この辺りで終了したいと思います。ということで、本日の動画は以上でございます。また次回お会いしましょう。さよなら。バイバイ。